岐阜県山中で建設中のケイグラ・ケイグラ、旧称、LCGT は、日本の岐阜県日田市上岡町にある重力波、望遠鏡である。上岡鉱山内の、スーパーカミオカンデや、カムランド、ザマスと同じ地下に建設され、アメリカ合衆国のリーゴや欧州のバーゴと、同じく気線長 3km のレーザー干渉系で、重力波を検出する。地下に建設、強冷却。 サファイアを鏡に使用するという点がリーゴやバーゴとは異なる特徴である。名称は神岡の加藤十字奥派のグラを合わせたものである。ケイグラプロジェクトは2010年に文部科学省の最先端研究基盤事業に選定され、東京大学宇宙船研究所高エネルギー加速機、研究機構自然科学、研究機構国立天文台が共同でホスト機関となり、 富山大学など国内外の研究機関と協力して進められてきた。2019年秋の完成後、調整、試験運転を経て2020年2月25日に観測を開始した。アルベルト・アインシュタインが提唱した重力波を観測で捉えようとする試みはレーザー干渉計を用いる手法が主流となっている。日本では1999年に 気仙長300メートルの玉300が稼働を始めたが、これは天の川銀河内で中性子星が衝突した場合に生じる重力波を捉える感度しか持っておらず、その確率は数十万年に一度程度と考えられている。そのため、東京大学宇宙船研究所の重力波グループが中心となって高い感度を持つ観測装置が構想された。 重力波による空間の伸び縮みを測定するレーザー。干渉系ではノイズを除くことが重要になる。新しい設備は7億光年の範囲で起こる中性子保衝突を感知できるよう構想され、そのために地面振動の影響が少ない上岡鉱山が選ばれた。さらに高さ14メートルの振り子構造を持たせて外部振動の影響を減らした。反射鏡、を熱による 分子レベルの運動を極力除くために約摂氏253度まで冷却する装置を4つ連結させる。ケイグラは世界最高精度の重力波望遠鏡となる。現在、世界ではアメリカのリーゴとイタリアのバーゴがそれぞれアドバンスト、リーゴとアドバンストバーゴ計画で観測精度をケイグラと同等に引き上げる改良を進めている。二千十六年二月にはリーゴグループは ブラックホール連星からの重力波を捉えることに初めて成功したと発表した。しかし、レーザー干渉計による測定では、少なくとも3台以上の干渉計の同時観測がないと、どの位置から重力波が来たのかは特定できない。これら複数の設備が強調すれば、到達時間の差から重力波源天体の方向を割り出すことができる。ケイグラは、 2010年6月に文部科学省の最先端研究基盤事業の一つに採択されて計画が開始された。2010年12月から愛称が公募され、2011年3月12日に愛称決定会議が開催される予定であったが、前日に起きた東日本大震災の影響により会議は6月に延期された。2011年6月に決定された愛称は、 2012年1月28日に着工記念行事として公表された。総延長7トルを超えるトンネルの掘削工事は2012年5月から始められ、2014年3月末に完了した。以後、機材や実験設備の搬入と組み立てが行われ、2019年4月にはほぼすべての機材の搬入が完了した。 完成前年の2018年8月21日には、サファイア製のレーザー反射鏡が4機すべて完成し、報道陣に公開された。2019年10月4日、ケイ,イグラ校内で、完成式典が、富山市でケイグラとリーゴ、バーゴの研究協力協定庁認識が行われた。2020年2月25日、試運転を終え、正式に観測を開始したことが発表された。 ありがとうございます。